霊光市霊光市は中華人民共和国雲南省西北部に位置する地球市。霊光古城はかつて少数民族の那シ族の王都であり、現在でも那シ族の人々が多く居住している。また、那シ族の他に、リス族、プミ族、ペイ族、イ族が居住し、漢族より少数民族人口の多い地域となっている。1996年の大地震で、 大きな被害を受けたが、翌年の古城区の霊光古城の旧市街の世界遺産への登録などを契機に復興が進められた。4年ほどで地震被害はほぼ修復された上、古すぎた建物も修復された。その後の人気化と共に以前は旧市街ではなく近代的な建物があった場所まで旧市街と同様の建物が建てられ、旧市街の範囲が広がりつつある。旧石器時代以降、 新石器時代や青銅器時代、鉄器時代の遺跡が残り、古くから人類が生存してきたことを示す。戦国時代には旗の勢力下に置かれ、植軍が設置された。関代には水球圏が設置され中原支配を受けるようになったが、東大以降は戸番や南昇、大理の支配下に置かれた。1371年民軍が元朝に隷属していた。 大理国を征服すると、この地の領主を霊公繊維師に任命したことで、霊公の地名が誕生した。繊維師とは、中国周辺の諸民族で、統一国家を樹立せず、その民族内の有力者たちが個別に、中国王朝と調校する際に、その民族の有力者たちが、中国王朝より与えられる、土詞に分類される、官職名であり、霊公では、 ナシ族の騎士が、戦意志望を世襲することになった。その後、霊光軍民府と解消され、新代には、流官、中央人命官が支配する霊光府となり、中華民国が成立すると霊光剣が設置された。1949年7月、人民解放軍の進出によって、霊光剣人民政府が成立、1961年4月には、霊光ナシ族自治権となった。 さらに2003年6月8日、周辺地区を統合し地球市に昇格し、現在に至っている。一市かつ区、二県、二自治県を管轄する。雲南省北西部の横断山脈南方、長江上流近社港の屈曲部付近の谷に位置し、町の周りを丘に囲まれる。九市街地の平均標高は、約2400メートルの高原に位置している。市の北には、 教高も596メートルの玉流雪山があり、その麓の金佐本流には虎戸部教と呼ばれる深い峡谷がある。地域は雲気高原の一部であり、四川省との境界には露湖がある。中国の都市は西安や北京のように城壁に囲まれているのが一般である。近隣では大理の古城地区がその例であるが、霊校旧市街の周囲には、 城壁が存在していない。伝承によれば、霊校を治めた王朝が、当時の皇帝の名、ら兜を取った、という名前を与えられた、当時の当主は高阿徳は、騎士と姓を改め替えを収めた。霊校も異民族の脅威に直面することもあったが、騎士は三占いにより、騎が統治する地域を城壁で囲むこと、騎が、になることを嫌い城壁を造援しなかったとされる。 実際には、水路が入り組んだ都市構造であり、城壁の建設が困難な上、防御効果が少なく、地水の面でも城壁が不利になることを考慮して、造園されなかったものと推察されている。旧市街地は、古い木造の建物が密集し丘からの眺めは、屋根瓦があたかも湖のように広がると形容される。那氏族は独自の小形文字である、トンパ文字を持つ。 霊光旧市街、霊光古城や玉流雪山のロープウェイは人気のある観光地となっている。旧市街は古い街並みが整備、保存され、多くの建物が商店、飲食店、宿泊施設に利用され、内外から多くの観光客が訪れる観光地となっている。夜は深夜0時までライトアップされ、夜遅くまで観光客が途切れることがない。旧市街地には、 寄付と呼ばれる、給料種の成長などが有料で公開されている。市街地そのものは以前は無料で入場できたが、2017年3月現在で80元の、古城維持費がかかり、有料区域外と、有料区域の境界に昼間は係員が立ち、7日間有効の、古城維持費支払いチケットを改めているため、旅行が完了するまでチケットを保管する必要がある。 旧市街中心部の四方街周辺の古い建物はライブハウスとなっており夜は大音響でロックバンドやダンスなどのショーを行っておりかなり創造しくなっている特に旧市街地の北側は観光客が多く観光客向けの商店などが多い団体観光客は昼間は玉流雪山地区や多摩川などに行くため午前中や昼の3時頃までは 比較的落ち着いた状態で観光できる。南側は住民用の市場などがあり、観光客も一日を通して比較的少なく、ナシ族の現在の生活が垣間見られる。霊高級市街の北西4キロにある束が古ちも、町の北西の一部が霊高古城の飛び地として世界遺産に指定されている。世界遺産地区以外は観光化が進み、 テーマパークのようになっているが、世界遺産地区は古い建物が多く残っている。玉流雪山はその山麓全体が、玉流雪山国家重点風景名称区として、入場が2017年3月現在で130元の有料となっており、ロープウェイやリフト、野外劇場などが整備されている。特に氷河公園までのロープウェイは2017年3月現在で180元の かなり高額の運賃がかかるが、株駅の標高3356メートルから、氷河公園駅の標高4506メートルまで、標高差1150メートル、全長2968メートルのロープウェイが通じており、これはロープウェイで到達できる標高としては、ベネズエラのメイリダ産無役のロープウェイの4765メートルに次ぎ、 世界で2番目の高標高地点となっている。また、駅からは4、680メートル地点まで遊歩道が整備されている。玉流雪山地区は、氷河公園の他にも山を望める観光地が多く用意されており、専用シャトルバスでアクセスできる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。